吉方位で運気を爆上げする。この方位取りで重要な6つのこと、とっておきの情報を含めて皆様にお伝えさせていただきます。皆さん、勧誘してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ、本日はですね、こちらの吉方位運気取り鑑定書、皆様によく動画の方でもお伝えさせていただいてるんですが、実はですね、9月の9日の月曜日より、来年の2025年の木の戸の見年、1年間の吉方位運気取り鑑定書、作成のご注文の予約を開始させていただきます。9月9日からですね。こちら全部公式 LINE の方からお申し込みは受けたまっております。10月の1日から順次、お手元に届くようにお作りをさせていただいております。毎回私、日本列島が龍神様ですよというファイルに入れさせていただいて、お渡しの方させていただいてたんですけれども、こちらのファイルの方も、蛇年仕様のすごいのになりました。この鑑定書をね、ご注文いただいた方、こちらも合わせて楽しみにしといていただきたいなと思います。この2025年、今回はいつもよりも早めに予約を開始させていただいているちょっと理由があって、この2024年の1年間の最強吉方位月、三碧木星中宮で三碧木星の年月日時間と重なるのが4月と1月とあったんですね。なんとですね、2025年、スタートの2月がこの年の最強吉方位月なんですよ。1月2月と重なってきますので、早めの旅行の計画、なんせ東も開けますから、ハワイの方角、西も開けますよ、こちらも開けていくということは、いっぱい旅行に行ける大チャンスじゃないかなと思っております。半年分ずつ作ることもできますし、ぜひとも皆様の計画を立てていただく参考にしていただきたいなと思っております。またですね、皆様のご自宅から見た方位を選定させていただくのにプラス、この1ヶ月間がどんな1ヶ月ですよということと、方角と日にちを記載させていただいてるんですが、半年間ずつで注文していただくと、休みの月ってどうしても出てくるんですね。お休みの月だとしても、私からのワンポイントアドバイス記載させていただいているので、こちらは金額はいただいてないんですけれども、1年間の流れというのを手帳のように扱っていただけるといいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひともこちらも参考にしてみてください。さあ、ということでですね、皆さん、この運気取りとか吉方位、実は周りに結構やってる人がいたとか、聞いたことがあるとか、でもなんだかわからなかったという方もいらっしゃるので、以前私が吉方位ってどういうことなのかということについて、詳しくお話ししている動画があるので、こちらを参考にしていただければ、すぐに解明するんじゃないかなと思います。またですね、私の公式 LINE の方、こちらも無料でご登録いただけるんですが、全7回に分けて、吉方位についてお話ししております。タブというのがあって、動画っていうところをチョイスしていただくと、YouTube では話していないような私の秘話を話しておりますので、ぜひとも合わせてお時間ある時にこちらもご覧になっていただきたいなと思っております。まだ公式 LINE ご登録じゃない方いらっしゃいましたら、ぜひとも概要欄の方からご覧になってください。さあ、この注目していただきたい6つのポイントがありますので、今日はご紹介していきましょう。まず一つ目、皆様の個人のご住所を聞かせていただきたいと思います。東西南北八方位ですね。どこの方角に行くのにおすすめですよとか、記載させていただいている欄があるんですね。初回の方で、どういう風にして方位って選定していけばいいのということは、詳しくお話しさせていただいておりますので、ご安心していただきたいと思います。さあ、続いて二つ目でございます。いつの月日にどの方角に行くことができるかというのが明確で分かりやすく記載させていただいております。方位選定といって、例えば東南と南西があるよという場合には、東南の方角だとこういった方位アドバイス、南西の場合には今月はこういったアドバイスということで、細かく記載させていただいておりますので、今私こういったパワー取りに行きたいということで、ぜひとも参考にしていただけるようになっております。これ毎月ね、例えば仮に東南、東南、東南と続いたとしても、実は毎月方位の作用って変わっていくんですね。本当に同じエキスが取れるのは60年後と言われております。ぜひともこの時のこのタイミングの方位というものをいただくようにしてみてください。さあ、3つ目でございます。
大吉報、小吉報、天道10倍の特に特別なパワーですよということで、遠いとか近いとかっていうところを選びながら、どこに行きたいかっていう計画を立てていくだけでも開運につながっていくと思いますので、皆様の計画の参考にしていただきたいなと思っております。さあ、そして4つ目でございます。毎月の運気アドバイスが必見なんです。吉方位の鑑定書は1ヶ月につき2200円なんですね。例えば半年だと2200円かける6ヶ月になるんですが、3ヶ月しかない方もいらっしゃるんですね。これは LINE で申し込んでいただいたら、その何ヶ月ですよというのをお伝えさせていただいているので、ご安心していただければと思うんですが、お休みの月があったとしても金額はいただかないけれども、私からちょっとした方位のアドバイスは書かせていただいているので、皆様のその月の流れの細かいアドバイスになるので参考になると思います。ぜひとも楽しみにしていていただきたいと思っております。さあ、5番目、今言ったように吉報位がない月でもアドバイスを記載していますよということで、本当に1年分でお作りを最初にしていただくことで、毎月の流れがわかるというのが特徴ですね。例えばですけど、こういう時に会社設立した方、こういう時にこう投資をやりたかったっていうところも、仮に9月にやろうと思ってたけど8月にした方がいいのかなとか、そういった未来の参考にもなると思いますので、ぜひともお手元に届いた時にはしっかりとその中身を確認して、1年の流れを把握しておいていただきたいと思っております。さあ、そして最後6つ目でございます。先々の予定を立てて開運ということで、お水取り吉報位というのはもちろんお金もかかりますし、時間もかかりますし、自分自身の健康状態、状況絡んでいくことができます。この吉報位っていうのは自分が行くというよりも呼ばれると言われております。ただただ行くことができるっていう風じゃなくて、自分の準備ができた時にその場所に迎え入れていただけるという感謝の気持ちを持っていくことが、吉報位ってとっても重要になってきます。吉報位で来年ね、ハワイに行こうと思えば、そこにかかる費用、使いたいお金というものを、その前からきちんと計画を立てていく。私もですね、吉報位貯金っていうのを基本やってるんですよ。例えば月に1万円を吉報位貯金に貯蓄したら年間で12万円ですよね。それを5年貯めれば60万と言って、毎月1万円をコツコツと5年間貯めてたら、こんな大きな山となるわけですよね。私の場合は2、3000円のものから1万円のものまで何個かやってるんです。それをこの時に使おうという目標を決めてやっております。私も自分の好きな時計をね、ハワイに金星のお星回りが入った時に吉報位アイテムを買おうと思ってたから、5年ぐらい貯金したお金を使って購入したっていうものになります。ぜひとも皆様もね、1年に1回ご自身のご褒美だと思って吉報位アイテムをゲットしてみたり、旅行でいつもより贅沢な旅を計画してみたり、そういったものも1年の計画があってこそだと思いますので、ぜひとも皆さんも未来の投資ですね、一生懸命計画してみるとよろしいかと思います。この9月金運最強月ということになりますので、このような計画をね、少しずつ考えていくというのもプラスになっていくと思いますので、やってみてください。さあ、9月の9日より来年分の吉報位運気取り鑑定書ご予約スタートになりますので、ぜひとも皆様公式 LINE の方からお待ちしております。わからないことがありましたら、ぜひとも LINE の方でね、お問い合わせもお気軽にしてください。ということで、9月最強金運強化月間、まだまだイベントも開催しております。ぜひとも概要欄からブログもご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。